マッサンの居酒屋から。こんばんはです。今日はちょっと趣向を凝らしまして、居酒屋への道ということで、これからあのじゃ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 ん、見えますかね、これのんべい横丁、渋谷ののんべい横丁、ハチ公側から徒歩2分のところにある、20軒30軒ぐらいですかね、集まってるところなんですけども、ちょっとそこに、いつも行ってるお店に行こうと思うんですけども、その過程をですね、たまにはちょっと、変わったことをやろうかなということで、やります。ちょっとその前にこれを飲まないといかんかなと思ってるんですけど、まあ、ちょっとそれは後にして、じゃあちょっと行きますか。見えますかね、こういっぱいあって、まあ、こう行っていっぱいいろいろなのが店がですねあって、まあ、こう行ってですね、ここを抜けるともうここはもう完全に昭和なんですよ、昭和の世界。え、なんだこういっぱい店がこう軒並み並んでまして、これいきなりもうこれ渋谷じゃなくなるでしょ、喧騒を離れて。なんちゅうですか、こういうね、本当に大好きな、僕の大好きな街並みになってくるわけですよ。で、ちょっと行きたいところはいっぱいかどうかわからないんですけど、ちょっと聞いてきます。で、僕の行きたいところはこのマグロどころなんですね。ちょっとこれさ、あ、そうか、逆さに映っちゃうのか、逆さに映っちゃうんですかね、というところで、これからなんか空いてるようなんで、空いてるようなんでこれからちょっと入って、まあこの中のレポートはまたえ来週また来週飲みに来るんで、中のレポートはまたその時にします。じゃあ飲んできます。